ハブさんが2部門の最終候補に、フィギュアイスアワード。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。タークス、スイス、共同、国際スケート連盟、イスは19日、フィギュアの、イススケーティングアワードの最終候補者を発表し、初代最優秀選手でサッカーにプロ転向した、冬季五輪男子2連覇の羽生譲さんが、 最優秀衣装賞と最優秀プログラム賞の2部門に名を連ねた。日本勢は他に今期のグランプリ、グランプリシリーズで初出場優勝、グランプリファイナル4位と躍進した女子の渡辺智香、トキオインカラミ、大台も最優秀新人賞でノミネートされた。最優秀選手賞は昨年の北京五輪男子金メダルのネイサンチュン、米国らが入った。2月5日に受賞者が発表される。 宮城県仙台市泉区出身のフィギュアスケート選手。1994年12月7日生まれ。全日本空輸 ANA 所属。2014年ソチオリンピック2018年平イオリンピック男子シングル金メダリスト。プロフィール09年ジュニアグランプリファイナルを14歳の史上最年少で制覇。10から11年にシニア転校。11年3月。 アイスリンク仙台で練習中に被災。12年世界選手権銅メダル。同年5月に練習拠点をカナダトロントに移す。12年全日本選手権優勝。14年ソチゴリンでは SP で史上初の100点超えとなる101.45点をマークし、日本人男子初の金メダルを獲得。同年の世界選手権も初優勝。16年グランプリファイナルで史上初の4連覇を達成。 5連覇のかかった同年の全日本選手権はインフルエンザで欠場した。17年11月、NHK 杯公式練習で転倒し、右足首の人体、帯、体帯を損傷。18年の平正オリンピックは約4ヶ月ぶりの復帰戦にもかかわらず、2大会連続で金メダルを獲得した。7月に個人では史上最年少となる国民栄誉賞が授与された。家族は両親と姉。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。